バイクの後ろに乗っけてほしい。ほんで私後ろで足ギュッとやりたい。俺もやられたい。スラマーパリフィアマラン大輔ボタックチャンネル。ハローガーイズ。カレーがビンタンタムビンタンタムイトゥチャンティクバンガトビンタンタムイトゥみひろさんでーす。サラムクナールアクスカみひろー。アクスカみひろ私はみひろが大好きです。いや、それもダメだよ。それもダメだよ。オッケー、編集者もコピー入れてね、ちゃんとね。はい、ということで、今回ですね、2回目のコラボ。ありがとうございます。はい、動画的には2つあるんですけど、ごめんなさいね、今緊張してます、僕。撮影は2回目です。ありがとうございます。前回の動画も、みひろさんコメントめちゃくちゃすごかったですよ。かわいい、かわいい、かわいい。で、もう笑い声も、じゃないですか。私があれがめちゃめちゃ評判で。笑い方超可愛いって。あ、やったー、はい、それは私。ありがとうございます。ちなみに、みひろさん、インドネシア人の芸能人って全然知らないですよね。知らないです。ですよね。はい、ってことで、今回は、みひろが選ぶ、インドネシアの芸能人、どんな人がタイプランキングはい、ってことでですね、私がインドネシアのかっこいい芸能人の方を10人選んできました。お、インドネシアの方が見たらもう誰でも知ってる。もう誰でも知ってるし、かっこいいし、もう芸能界で成功されてるんで。あ、そうなんだ。めちゃくちゃ金持ちです。わーおー、スカスカ。早速いきますか。はい。100点中何点か。もうこれはマジではっきり言っちゃっていいです。みひろさんのタイプなんで。そうだね。それはタイプはもうそれぞれじゃないですか、なんでもはっきり言っちゃってください。わかりました。いきますよ。はい、じゃあエントリーナンバー1、アンガ・ユナンダさん。アンガ・ユナンダさん、年齢は22歳。ああ、若い。職業俳優、こちらの方です。かっこいい。やばー。本当っすか。なんかかわいいわ。あ、好きな口してる。好きな口ってどんな口ですか。口角がキュイってなんかなってる人。そういう感じ。そうね。ちょっと違う。かわいいわ。口角キュイって上がってる。すごい好き。そうなんですよ。みひろさん多分インドネシアの芸能界って知らないと思うんですけど、イケメンの人、女性の方も可愛い人めちゃくちゃ多いんですよ。私正直インドネシアの方の男性の顔が想像全くつかなかったから、ときめいちゃう。ときめいちゃう。ときめいちゃう。なんか女性の方と写ってる写真が結構あるけど、結婚されてるのかな、恋人なのか付き合ってるのかな。まあとりあえずもうタイプかタイプじゃないか、そして点数をつけていただきたいと。どうですか。タイプっすか。じゃあアンガ・ユナンダさん、点数の方何点ですか。お願いします。おお、高え。続きましてエントリーナンバー2、ペレル・ブラマスタさん。ペレル・ブラマスタさん、はい、年齢は24歳、俳優やってまして、身長が177センチ。はい、こちらの方です。どうぞ。はい。ああ、全然先ほどの方とはタイプが違う。そう、タイプ違います。ダンディーだ。はい。ああ、はいはいはい。ああ、肉ムキムキしてる。ムキムキしてる。ああ、いいいい。ギュッてされたい。らしいぜ。かっこいい。かっこいい。おでこを上げてるの似合う男性、いいですよね。どこですか。あ、上げっぱなしですけど。あ、素敵だと思います。あらす。わ、おっぱい。すごく体好きのいい人が好きなんですか。やっぱり自分にないもの持ってる人が惹かれちゃうから、こんななんかムキッムキッとされるとなんかすごい見とれちゃう。なるほど、なるほど、なるほど。筋。はい、ペレル・ブラマスタさん、点数は何点ですか。うお、わかりました。じゃあ次いきます。エントリーナンバー3、プリンスさん。プリンスさん、はい、年齢わかりません。多分若いです。職業多分俳優です。身長多分高いと思います。あれなんかふわっとしてる色々。すみません、ちょっとふわっとしてるのも理由があって、はい、最近めちゃくちゃ来てる人なんですよ。最近めっちゃ来だした人。僕がちょっと情報をリサーチできなかったのかもしれないですけど、こちらの方です。どうぞ。あーおーあーあーやばー、かっこいい。かっこいいですよね、やっぱりかっこいい。ああこういうタイプ好きだな。ほう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 。ああなんか弟よしよししたい。ミトさんあれですよね、韓国好きですよね。好きなんか韓国系でもありますよねと思った。ちょっと奥二重、はいはいはい、キリッとした目つきがね、キリッとした目つき。この方が出てる映画あったら見たい。おおなるほど。はい終了。プリンスさんなんてですか、どうぞ。おおなるほど、うん、じゃあ続いての方いきます、はい、エントリーナンバー4、アリエル・ノアさん。アリエル・ノアさん39歳、バンドミュージシャン、身長167センチ。はい、この人バカ有名です。どうぞ。うわー、渋い。そう、渋いんですよ。渋い。日本で言ったら、どことなく武井壮さんに似てるかも。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。この人、ほんで歌めちゃくちゃいいんですよ。聞きたい。こういう渋い感じの方。もう全然。好き好き。ほう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 。やば、あー、いい体してる。はい、終了です。っていうことで、どうですかアリエル・ノアさん、点数の方よろしくお願いします。どうぞ。アリエル・ノアさん、ちょっとね武井さん私仲いいんですけど、はい、武井さんに見えてちょっとしょうがないんですけど武井さんに高得点つけるのなんかなーっていうのはある。武井壮さんが邪魔したと。そうなるほど。そうじゃあ次いきます、はい、エントリーナンバー5、リズキ・ナザルさん。リズキ・ナザルさん年齢25歳、俳優をやられてて身長が178センチです。どうぞ。あかっこいい。そうこの方もめちゃめちゃ有名です。わあかっこいい。ヒゲがいい。あヒゲがいい。本当めちゃめちゃ有名です。ヒゲがいい。はい、どうでしょう。わあなんか写真によって全然表情違う人に見える。なんか満島なんとか、満島ひかりさん女優の方の弟さんに似てません？あ、弟さん誰だったっけな。満島何でしたっけ？若干似てる。結構ヒゲいいっすよね。ヒゲがいい。ジョリジョリされたい。どうやってジョリジョリ？こうほっぺたとかにってジョリジョリってされたい。え、マジっすか？はい。ヒゲ早っ。わあー好きかもしれない。はい。水木ナザルさん点数の方よろしくお願いします。どうぞ。おお点。はい。続きましてエントリーナンバー6、ジェフリー・ニコルさん。22歳で俳優モデルをやられていて174センチ、うん、はいこちらの方です。どうぞ。おおあまた違うタイプだ。そう違うタイプです。うわあなんか顎が割れてる。そうそう顎割れてるのもういいでしょ。顎割れてるのセクシー。セクシーわいい。あかっこいいでしょ。サングラス似合いますね。サングラス似合うんですよ。やばー隣でフッとかやられたい。何それ。あーちょっと待って超かっこいい。はい以上です。はいジェフリー・ニコルさん点数の方よろしくお願いします。おおじゃあ続いていきます。エントリーナンバー7、チコ・ジェリコさん。チコ・ジェリコさんはい36歳、俳優179センチ、うん、こちらの方です。どうぞ。あー癒される。そうこの人もバカ有名です。笑顔がいい。はいかっこいいです。この人すっごい素敵なお父さんになりそう。子供の面倒をめちゃくちゃ見てくれそう。遊んでくれそう。一緒に。ああヒゲ好きかもしれない私。いやそうはい以上でございます。チコ・ジェリコさん点数の方お願いします。おおなるほど。じゃあ続いていきます、エントリーナンバー8、ジュナ・ロリンパンディさん。ジュナ・ロリンパンディさんはい年齢が45歳、お年上だ。シェフやられてます。はいで身長はちょっとわかんないですけどまあまあ高い人です、はいこちらの方もめちゃくちゃ有名です。お願いします。料理人で有名なんですか？はい料理人で有名です。料理の写真がいっぱい。ああああめちゃくちゃなんかもうザ男って感じで、料理番組やられてて、今もやってるかわかんないですけど、めちゃくちゃ超有名な料理番組で、この方がその審査するで、審査がめっちゃ辛口で有名みたいな、厳しい人。セクシーですね、はい、顔が。そうなんですよ、かっこいいですよ。なんだろう、目がセクシーなのかな。ちなみに、はい、小沢まりやさんは、この方を1にしました。あ、そうなんだ。はい、こちらはまあちょっとね、置いといた情報でした。はい、以上です。はい。以上でございます。ジュナ・ロリンパンディさん、点数の方、お願いします。おお、なるほど、わかりました。じゃあ次いきます。ナンバーナイン、レザ・ラハディアンさん。レザ・ラハディアンさん。34歳。俳優をやられてまして、身長が177センチ。こちらの方です。どうぞ、超有名。あ、猟奇的な雰囲気がある。なんかこういう方が甘えてきたりとかすると、もうたまらないかも。甘えなさそうじゃないですか、一見。そういう方に、なんかちょっとこうやってやられたら、うーんってなっちゃう。やばいです。みゆうさんどっちですか？その甘えられたいのか、甘えたいか。甘えたいです。甘えたい方ですか？甘えたいです。なるほど、なるほど。ゴロニャーゴしたいです。ゴロニャーゴしたい。ゴロニャーゴしたい。はい、以上です。はい。ちょっと待って。レザ・ラハディアンさん、点数の方お願いします。おー、じゃあこちら、ラスト、エントリーナンバー10。あ、最後？最後です。B のバスティアンさん。B のバスティアンさん。はい。年齢が39歳。俳優をやられてて、身長が179センチです。こちらの方です、どうぞ。どの人だ？本当だ。あー、首がすごい。この人ね、俺好きなんだよな。可愛い顔してんだよな。笑顔素敵。笑顔素敵。この人もインドネシア人はもう100人中100人知ってる。死ぬほど有名。魅力がすごいですね。あ、ひげありバージョン。あ、なんか別人だ。あ、バイク似合う。そう、バイクも似合う。バイク似合う。バイクの後ろに乗っけてほしい。ほんで足、私後ろで足ギュッとやりたい。うわい。俺もやられたい。されてるんですよね。そうか、いいな。なんか、うん、こういう旦那さん素敵。はい、以上です。じゃあ B のバスティアンさん、点数の方お願いします。あ、わお、なるほど。これで全ての点数が決まりました。レベルが高くって、びっくりしてます。あ、本当ですか。日本の女性好きじゃないですか。こういう。あ、やっぱ好きですか。やっぱり好きだと思う。もっと日本に来てほしい。あ、来てほしい。インドネシア人とお付き合いするってのも全然ありっちゃありですか、もし。あ、なるほど、なるほど。それでは、上位3名発表させていただきます。ちなみに、1位の方がお二方います。まず、第3位、91点、ビノ・バスティアンさん、こちらの方です。こちらの方です。素敵、おめでとうございます。そして1位の方が2人いますね。まずこちらの方です。アンガ・ナンダさん、こちらの方ですね。一発目の方、はい、一発目覚えてます。すっごい可愛いです。笑顔が素敵です。あー、可愛い。おめでとうございます。そして1位タイ、こちらの方です。シェフニコルさん、こちらの方ですね。全然タイプ違うけど、そうですね。ね、こちらの方ですね。ああ、いい。かっこいいですね。かっこいい。ワイルド系好き。おめでとうございます。でも1位が2人いるんですよ。どっちか選ばないといけないって言ったらどっちですか？アンガ・ユナナさん、一発目の方。ジェフリー・ニコルさん、こちらの方。ユヒロさんのナンバーワンを決めてください。決めました。お、決めました？はい。ジェフリー・ニコルさん、アンガ・ユナナさん。どちらですか？発表お願いします。ジェフリー・ニコルさん、大好きです。ずかずかおめでとうございます。じゃあ最後にですね、僕の点数を決めていただきたいです。ガチの僕の点数をお願いします。見た目だけ、はい、見た目だけ、はいはい、なんてですか？60点。リアル。まあそうっすよね。はい、ということで、インドネシア人のアーティストはみんなイケメンということで、ありがとうございましたー。 OK、 出番飛んで仮にする際、カロビデオにバグスライクダンサブスクライブダンにひろさんじゅがぶんや YouTube チャンネル愛をフォローや。ありがとうございました。バイバーイ。